アプサラスの依頼を果たす。話をする。これなんか展開変わるんじゃない、もしかして。話してみよう。あーすげー。どっち倒そう。まあでもなんか正直見た目で言うとニャナンシーの方がセクシーゲフンゲフンよっしゃ、覚悟しろアプサラス。そういうのもあるのね。ボス何が来るの？ドラゴン？ヤマタノオロチ？ん？ん？何が来るの？何が来るの？あれ？あれ？これマーラ様では？これマーラ様じゃないの？これまたご立派な、本作もご立派ですね当てずっぽうで言ったら当たったわそうだよな、塔の悪魔って言われたらもうマーラ様一択なんよこれ。勝てるあ、でもヒュドラって書いてある。あ、マーラじゃねえやブフヒュドラで、あ、邪竜なんだ。でもヤマタノオロチとマーラ様これ合体してないどう見てもあ、やったウィーク。ブス系が苦手なのね。強そうだな。あ、たまたまブス系の悪魔が2体いる。まあ右上のねプレイヤーターンっていうところで2アクションってあるので、まあ、ペルソナみたいに弱点ついたらワンモアでもう一回その人がこう続けて戦えてバトンタッチとかではないけど、まあ、このターン消費がなくもう一回連続で攻撃できるみたいな、そんな感じですね。あ、でもまあ、あ、なんか全然効かねえなこんなに怒涛の攻撃を仕掛けているのに全然ダメ、HP 減ってないぞ。大丈夫、勝てるこれ。ファイヤーブレス、あ、ちょっとなるほどね。ちょっと待ってワンターンで味方がいなくなったんですけどいや一応ねこのチェンジってのがあって、これでねエンプティのところに悪魔をね仲間を召喚できるんですよ。ただ1体ずつしか召喚できなくて単消費もしちゃうのでいやこれダメじゃんやば、メガテンの難易度やば、こんな強いの。いや舐めまくってたわ。はい、ということで、あーもう今日もなんか使えねえこいつマジか、こんな序盤で何回死ぬんだよみたいな軽蔑の眼差しを浴びながらタイトル画面に戻りたいなと思います。来たかな、ホビの夜。こたびは汝にこの地の本当のなりわいを教えよう。それは悪魔合体と呼ばれ、お、悪魔合体来たと呼ばれし禁断の秘術、仲間を融合させ新たな悪魔を創造するもの。はい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 、なるほどね。この悪魔合体とかやらずに塔の悪魔に挑んだ結果があれよ。汝がより強き仲間を求めるなら試してみるがいい。悪魔全書出た。ペルソナ全書みたいなやつ。まあ、シリーズの流れ的な逆なんだけど。悪魔全書がペルソナ全書みたいなね。新たなカムイが目覚めたようだな。その目で確かめるがよい。悪魔があったじゃあやってみる？特殊合体もできんじゃん。レベル18。あ、全然足りねえ。レベル10までしかできない。じゃあ二神前書合体やってみる。あ、ジャックランタン、フォルトゥナ、ヘッドシー、こだま、なんかもうちょっとこうワクワクする悪魔作りたいんだけど。なんかレベルが足りないね。ちょとんだ。これなんかさ、クエストで必要だったよね。ちょとんだ仲間にしてこいみたいな。じゃあこれで作ってみる？ちょとんだ。あ、これ複数のパターンで作れるよってこと？
まあじゃあグレムリンの方やってみる。ブッフ、まあこういうのってやっぱり無道マイナス2なんだ。これ全然ダメージ入んないじゃん。まあいろんな属性をつきたいのでこれでいくか。合体。うん、おお消えた。すげえどういう仕組みこれ、どういう仕組みでこれが出てきてんの。ん、でっか。おおすごい、全く予想だにしない方法で合体させようとしている。ナホビのそんなことできんのお前。おしゃれすぎひん。この壮絶なおしゃれの儀式の果てに出てくるのがこれよ。いや可愛いけど。俺様邪竜ちょとんだ、今後ともよろしく。邪竜なんだ。へえ。楽しい。楽しいわ。これはた、あ、逆引きね。ホウウオ、ジャックランタン、レギウオ、マーメイド。なるほど、今だと、あ、ダイモンとかもできるんだね。うわー、楽しいなー。こうやって合体を重ねていって、強い悪魔を、仲間を作っていくと。特殊合体。うん。これね、ちょっとね、動画ではカットしてるんですけど、まあ、とあるクエストをちょっとクリアしたら、なんか、合体解禁されましたみたいなやつが出てきたんですよ。まあそれだろうね。でもどっちにしろレベル上げをしないとね。カムイの習得、おめちゃくちゃ増えてる。グローリーもね、今170溜まってるんでね。でどれがいいかな。反撃耐性、神の手。あー、仲間のスキル枠。さて、これは欲しいね。ん、うん、あ、なるほど。神の懐、あ、2か。あれなんで 1? あれ ?2 はなんで 1?3 なの?2 はどこにあるの。じゃあこの中だと仲間の技とかはやっておきたいね。うん、 OK。あとは、電撃耐性が一つ上昇。はあ。うわ、これめちゃくちゃやり込み要素あんじゃん。これを上げることによって、また耐性が増えて、まあ、耐久力が上がると。うわ、やっぱ面白。うつせみ合体。すごいね、どんどん。青髪がどんどん増えていくの、ちょっと面白いな。ラクンダ、あ、ラクンダいいな。防御力。おぉ、8回?物理属性攻撃。え、これ強くね?ちょっと物理特化にしたいなとも思っているので。よし、これでいくか。これでいい。うん。こんな感じで、このうつせみ合体を使うことで、スキルの中身がいつでもこう、柔軟に変更できるっていうのは、非常に面白いですね。また来るがよい。はい。とりあえずレベル上げだね。必要なのは。ということで、またこのシンボルを倒そうとしてるんだけど、これ早速使ってみようか。なんて読むのか全く分かんないけど、敵単体に8回の勝利力の物理属性攻撃と、うん、なんだろう、ペルソナ5で言うと、まあ5じゃなくてもいいけど、なんか発想飛びみたいなね、そんな感じかな。え、かっこよ。お、強くない？あれ？これめっちゃ強くない？あ、勝ったわ。もうこれで、あいつ倒せるっしょボス。東堂悪魔。まあ、
もうちょっとレベル上げしないと絶対倒せないと思うので、ちょっとレベル上げとか頑張ってきますね。いたいた、ちょっとんだ連れてきてくれたと。うん、はい、連れてきたことを伝えたと。じゃあ早速ちょっとんだを呼んでくれよ。あ、かわいいかわいいな、かわいいとかわいいが会話してる。ブヒヒ、君が僕に会いたいっていうウサギさんなの？うわー、あんたがちょっとんだか。かっこいい縞模様にでっかい角、最高だぜ。あ、すごい仲良しになってる。ねえねえ、どうしたらおいらもあんたみたいな取り柄が見つかるかな。ブフフ、君にはたくさんいいところがあると思うよ。その太ももはとっても柔らかそうだし、あ、セクハラですなんか言い方が気持ち悪い中年管理職みたいな言い方してるよな。お耳は歯ごたえがありそうだね、ありそうだね、ジュルリ。今夜のディナーにぴったり。あれ、可愛い者同士仲良くなるのかなと思ったら、捕食者の視点だったわちょっとんだが逃げて逃げて、イラバシロウサギちょっとんだを慌てて戻したあいつ完全にオイラのこと食べようとしてたぜ。うーん、あんまり参考になる意見は聞けなかったな。ちょっとんだ、オイラとは方向性が違うのかもな。とにかく連れてきてくれてありがとうな。俺はきっちりさせてもらうぜ。よし、何くれるの？お、無期たる秩序の礼服。何これ。あ、ちゃんと経験値ももらえるんだそしてちょっとんだのレベルがアップしたバウンスクロー、へー強そう。神話上の属性がナチュラルロー。ナチュラルじゃねえなこれ。ね、ニュートラルか。ニュートラルローである悪魔2体が集うことで、マガツヒスキル秩序の流線を使えるようになりましたと。自身の HP を上限を大きく超えて回復し、次の次ターンのプレイスターンアイコンを1個増加する。まあよくわかんないけど、なんか強そうだわ複数の悪魔が仲間ストックに揃っているときに、該当の悪魔が特殊な魔化石スキルを使用できなる。ああ、なるほど。記されてたやつを連れていくことで、そいつらが新たなスキルを使えることになると。なるほどね。必要となる悪魔は、霊符を入手した際に表示される説明に記載されていますと。なるほど。いろいろとなんかシステムが細かいな。おいら、また別の土地に行ってもっと強い悪魔を探してみるよ。またどっかで会ったらよろしくなっていう。いいね、クエスト楽しいね。まああの、あ、これをクエストはみんなに見せるなみたいなやつは多分残すと思うんですけど、まあ、全てのクエストをね、遊んでみ、あの、見てみたいよっていう方、なんか飛んでる、なんか飛んでる、みたい方はちょっと自身でぜひ女神転生5購入していただけたらなと思います。ねえ、てかあれさ、瀬戸じゃないねえ、なんかさ、瀬戸飛んでんだけど、いや、あれ戦えるの？ちょ、追いかけようぜ。ちょちょ、瀬戸、あ、もう消えたあ、落ちた。今後ともよろしく。かわいいマーメイドかわいいぞ。ということで合体させました。まあちょっとね、お供のピクシーをちょっと生きりに支えてし捧げてしまったのはちょっと胸が痛かったけどよし、どんどん可愛い悪魔を集めていこう目的が変わってる目指せハーレムパーティー。なんか面白そうなクエスト見つけたわ。おお、アプサラス様、弱き我らをお導きください。アプサラス信者の悪魔。おお、アプサラス様、上の苦しみから解放を。おお、アプサラス様、光を、道を。あとついでに俺の給料も上げてほしいそれは上司に言った方がいいな。我らの女神よ、この身はあなたの理想のために。まあでもアプサラスも俺のハーレムパーティーの一員にしてやってもいいかな。うん何様ここは弱く行き場を失った悪魔たちの最後の拠り所。貴様のような強き目を宿した者が来るところではない。あ、なんか怒られてる。我らに構わず立ち去られよ。もうなんか言ってる。待ちなさい、ある問題が発生し、ちょうど腕の立ちそうな悪魔を探していました。そうしなさい、この方に頼みたいことがあります。そういうわけだ、アプサラス様と直接話すことを許そう。なんだろう、
これちょっと面白そうなクエストですね。ようこそ、ここは生きる術を持たない悪魔たちの拠り所。私は水の精アプサラスと申します。この世界は悪魔のバッバッコする世界。しかし虐げられるだけの弱き悪魔が多いのも事実です。そのような悪魔とて生きたいと思う権利はあります。そのために私は最低限生きていけるだけの知識と術を授けようとこの地に来ました。へえ、なんか珍しいことやってるね。そう、己の弱さを知ればそこから選択も生まれます。宗教みたい。自身が力つけるもよし、難しいなら加護を求めたって良いのです。庇護。我が親族は、庇護を行う用意があります。どうしようもない場合は頼っていいのです。まあただより怖いものはないし、こういうやつに限って最終的になんかお金よこせとか言うんだよなえ、どっちだろうこのアプサラス。皆さんどっちだと思います？本当になんかいい悪魔、まあいい悪魔の時点でだいぶ矛盾してるけど、なのか、やっぱなんか大どんでん返しありそうですよね。本来救いとはそうあるべきなのです。ですがそれをよくは思わず、私の邪魔をする者がいます。リャナンシー、あ、リャナンシーね、女性、これも女の子悪魔だね。彼女は弱い悪魔たちに才能がある、夢を諦めずに追えば叶うなどと関係で誘惑しています。まあなんだろう、まあどっちもどっちかなどっちもどっちな気がするな。しかも本気で夢を応援するのは一部の見込みのあるものだけ。それ以外は力を吸い取る養分としか見ていないようです。へー。応援するなら無責任な発言をやめ、自身のできうる範囲での教育を施すべきだと私は考えます。なんか難しい話になってきたね。だからこそ私は弱き者たちに声をかけ、新たな居場所と生きる術をできる限り多くの悪魔に用意したいのです。このままリアナンシーの行動を許せば、何もなさず自信をなくし、ただ自滅するだけの悪魔が増えるだけ。そこであなたにお願いがございます。リアナンシーの行動をやめさせる手伝いをしていただけないでしょうか。彼女の行動を止めていただければ、私はあなたの仲間となり力となることを誓いましょう。願ってもない展開だな。ハーレムパーティーの一員にしよう。もうちゃんとお礼言える子、あのお礼の言い方独特。今キャインやってなかった？リャナンシーは芝公園、あ、芝公園ね。真逆、あそこね。オッケーオッケー。面白いこのクエスト。お、よくわからんが、アプサラ様と話すこと特別にさ、それだけか。でさ、思ったんだけどさ、このマップなんですけど、なんかね、あ、そう、マップセレクトできんの？今これは初めて知ったな。あれ、ごめんごめん。流脈でさ、なんか移動するやつあるじゃん。あれでね、こう、名称が出るんだよ。ちょっと待ってね。あ、そう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 、これが言いたかった。見て、田町、三田、芝、浜松町、東京タワーということで。あと、芸術世界のね、地名になってるんですよね。なので、なんだろう、渋谷とかね、新宿とか恵比寿とか、いろんなところ行けたりすんのかな。いたわ、リャナンシー。これなんだっけ、一本だたらだっけ。あ、そうだそうだ。俺は家事の腕はさっぱりだな。一族の恥さらしさ。だけどよ、リャナンシーさんにコンサルしたら新たな道が開けたんだぜ。それは、日本語的にはリャナンシーさんにコンサルしていただいたらじゃないなんか、お前がコンサルしたみたいになってない？自慢の腕っぷしで石膏職人のてっぺんを取ったるぜ。ちゃんと役にも立ってるんだね。戦うよね、きっとね、これね。戦う流れですよね。あら、あなた？うん、何か気に食わない雰囲気。あ、喧嘩売られてる。うん、アプサラスの依頼を果たす。話をする。これなんか展開変わるんじゃない？もしかして話してみよう。ひょっとしてあなたもあの悪魔にたぶらかされたのかしら。やっぱりあなたはアプサラスのやっていることが正しいと思っているの？アプサラスは弱い悪魔を誘惑して自分の親族の兵隊を作っているのよ。その悪魔の個性を無視してね。誰にだって才能や向き不向きがある。それなのに彼女はそれを無視して魅了の力で無理やり引き入れる。自分の親族の兵を増やしたいからってそんなやり方は間違えてるわ。お願い、考え直して私に手を貸して。悪魔たちのことを考えるならアプサラスの巧みを防いでほしいの。おお、すげえ面白ありがとう。アプサラ、縛りある洞窟、そこで集会を開いてるからよろしくね。あー、すげえ。どっち倒そう。まあでもなんか正直見た目で言うとリャナンシーの方がセクシー
ゲフンゲフン。よっしゃー、覚悟しろアプサラス。なんか気まずいな。先にこちら話してるからな。あ、うん、ヤナン氏は芝公園に潜んでいますと。よろしくお願いします。敵方に寝返る。お前が一番の悪魔だよ。クエスト破棄されますがよろしいですか。はい、どうしましたか。早くリアナンシーを。まさかあなたも悪魔の指揮校でいいのかな。惑わされ願えたのですか。ああ、なんということでしょう。ごめんね、なんかそっちの方が面白いかなって。いいえ、まだ間に合うかもしれない。荒領事ですが目を覚まさせてあげましょう。あ、戦うのね。そうこなくっちゃ。アガシオン3体従えたところで勝てるわけないだろこちらに。あ、すげえな、メガテンおもろ。いろんな選択ができるんだね。じゃあこれがね、レベル 16? あれ、なんかアプサラスさん強くない。あれ、これ戦う相手間違えたかな。早くもちょっと後悔してるんだけど、あ、そうそうね、これがね強いんですよ、嵐からの歌声。ほら、まさかのね全体攻撃。あ、しかもウィーク、たまんねえな。これはたまんないですね。ってことはもう一発いいよ、ウィークからの一応弱点だったりしない、しない、しなかった。とりあえずアガシオンから倒していくか。もう一発いこう。あ、いいね、楽しくなってきたね戦闘が。全体ダメージ出せると全然変わってくるよね。ブース、エレミーターン、さあどんな感じ。あ、ブース使ってくる感じね。オッケー、レジスト、いいや、 G を。あ、ちょっとウィーク、あ、ちょっとウィーク、ウィークは良くない。おおお、まあこれは耐えれるね。よし、ちょっと頑張って勝ってきます。よし、これでとどめだ。いや、なんか格上相手にもちゃんと戦えるようになってきたな。いいよ、倒した。俺はいつも可愛い方の味方だ。最低。やったー、レベルアップ。もうさ、このまあ未だに名前が読めないなんとかなんとかなんとかって言いながら戦ってるこの連撃連斬、これがめちゃくちゃ強いので、もう力をどんどん伸ばしていきたいな。よし、 OK。 なんということでしょう。あ、なんか徐々に罪悪感が徐々に罪悪感出てきたな。私たちの考え理解していただけなかったようですね。私たちは弱き悪魔のためを思い、私たちなりの救済を行っていたのに、それを踏みにじるとは。弱き悪魔がこの地で生き延びるために、良き庇護者が居場所を作る、それのどこが悪いのでしょうか。まあなんか、悪魔に言うことじゃないけど、まあ確かに正義のね、反対はよくまた別の正義って言うけど、お互い思うところがあるんだよね。宗教ってほんとそういう感じあるもんね。やり方が気に食わないというのもあるでしょう。それならばあなたが考え、あなたなりの手段で弱者を救ってくださるのなら何も言いません。それが弱き者の責務でありますから。逃げ去った。あ、よかったよかった、逃げてくれた。なんかごめんね。ごめんよ。あれ、信者たちにこれ殺されたりしない？あれ、気づいてねえわ。アプサラスが逃げ去ったのに気づいてない、こいつら。なんだよ、あんたは。たとえアプサラ様が去っても、女神の教えは守り抜くつもりだぞ。なるほど。本物だ。それほどの力がありながら、アプサラス様の崇高なお考えを理解できないとは。後味悪い。倒してきました、リアナンシー様。ねえ、アプサラスのことだけど、その後どうなったの？うん、阻止しました。さすがね。あなたに頼んでよかったわ。ありがとう。あ、うん。あれ？あ、よかったー。リャナンシー仲間になられるのかなってちょっと思ったー。私を仲間にして、あなたはきっと大物になる。そのお手伝いをさせていただくわ。
直接仲間になんの？え、こいつかわいそうじゃない？え、ちょっと話を聞いてみましょう。ちょ、押せない押せない、あったあった、お前気に入ったぜ。もしもの時は俺が墓石を墓石を用意してやる。アシスタバレバってこい。いひー、鋼のメンタルだった。すげえ、なるほどな。おお、お前そんなとこいたのか。これで9体目かな。ミーツを5と。いや、面白いね。ちょっとリャナンシー見てみよう。レベル17。熱いよ。楽しすぎない？女神転生。俺めっちゃ好きだわ、こういうの。仲間になるんだ。ステータスは、味方で今弱点をついた時のダメージが上昇する。あ、状態上付着しやすくなるな。ちょっとあれだな。ムドプラス3。え、ちょっと待って、ちょっと待って。ネクストスキルメディア覚えてんじゃん。強っ。セーブします。ヤナンシーも仲間になったし、こいつ倒せんのでは？死ねー。口ほどにもない。こいつはもうダメだ。そんな顔で見られている。まあそうだよね。よくよく見たらあいつのさ、あのでっかいやつのレベルさ、48って書いてあるんよ。勝てるわけないじゃん。だってこの3人の、3人じゃない、4人のレベル合計して、あ、そしたらまあ50超えるからいけるけど。そういう問題じゃないしな。じゃあ今日はちょっと短いかもしんないけど、ここまでにしておこうかな。で、ちょっとね、あのレベル上げさせていただいて、次回ヒドラに再戦したいなと思います。なんか視聴者さんはね、このヒドラが倒せずに1ヶ月ぐらい女神転生5進んでない方とかいらっしゃるみたいなので、まあ本当に序盤の難所なんでしょうね、あのヒドラが。うん、何？最後になんか面白いやつ。うん、万里のメガネ。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。次回こそヒドラを倒したいなと思います。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。